カンウ。ダッキとの追いかけっこもこれで終わりか。やつもよくここまで逃げ延びたものだ。しかしダッキを捕らえても清盛は残る。悪はカバネにたかるカラスのごとし、奴らを根絶やしにする方法はないのだ。血を解き放つ。今日こそ償うがいい。ダッキ全軍敵を総統しつつ進軍せよ。ダッキを追い詰めた。いやん、大工房さん直々に出ましてるね。なんとかごまかして逃げちゃおう。あの子もいるし。成就させるためにも迅速に捕らえることだ。ダッキちゃん、どうなってる？大丈夫やんな？大丈夫大丈夫、任せといてってば。落とされたらうちにいいよ。やられるの早すぎでしょ。もう少し粘ってよ。待て待て待て、どこには行かせねえぞ。敵将撃ち取ったり。ぺちゃんこにしてあげる。妖術を操るのは早々に止めねばなるのだ。ミュートなんて敵陣を駆け抜ける。敵将撃ち取ったり。もう突破されちゃったか。まずいな。
私は大丈夫だから。エンエンエルジンで一人で。エン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 敵将撃ち取る。はい、もう一回出しとくか。それ、行け。ダメか。やっぱり大工房さん相手だときついな。なぜ兵を出しに。何か裏があるような気が。諸葛亮先生ならどうお考えになるか。追い詰められちゃった。じゃあ最後の砦に退散。縄文は私の妖術で固く閉じていった。あとはここで敵を引きつけておくだけね。あらら、あれくらいじゃすぐやられちゃうわね。それじゃあ次は大きいの出してみようかね。うわうわ、帰れ討ちにしてくれるわ。スマート、確かに厄介ですが、褒めるのも早すぎ。ダッキの真意は一体。
ならば、とにかく彼女を捕らえなければ。まあ、もう少し粘ればあの子も逃げられるでしょう。まるでこの展開を予知していたかのような登場だな。さあ参りましょう。こうなったら最後の一手、本陣に突撃。いけない、敵の狙いは本陣です。劉備将軍から話は聞いている。軍師にふさわしき活躍であったな。我が手勢は少数ゆえ脱走の危険がある。ゆえに太公望殿、一大事です。清盛が楽器の感謝を吸収、楽器らを奪い逃走したとのこと。清盛、やはりそうきたか。太公望、清盛と楽器が組むとなれば、戦力の差を少しでも埋めるべく私たちも共に参ります。